皆様こんにちは、ステランティスジャパンの内越でございます。いやー、今日は本当に天気がいいですね。実はですね、先週までは今日の天気予報は小雨だったんです。なので私がこの中にいるっていう企画ができたんですが、いや、まあ暑い暑いで、まあ非常に暑いんですけども、スタッフがですね、ここでとにかく渋谷で Z 世代の方々に強くラングラーをアピールしたいと、そういうですね、熱い思いに応えるべく、まあ、私にはあまり似合わないんですけども、この AirPods とですね、iPad を持ってですね、ひたすら我慢してまいりました。このラングラーはですね、もう誰が見ても一目でラングラーと分かる、そして他に類を見ないほどの高いオフロード性能を持っています。つまりジープブランドそのものを語るにふさわしいモデルでございます。そのラングラーがですね、2018年から6年ぶりにですね、本日リニューアルいたします。まずここ数年導入を見送っておきました、エントリーグレードのアンリミテッドスポーツを導入いたします。よりエントリーの価格を引き下げることで、多くの層にアピールできるというふうに確信しております。こちらがエクステリアになりますが、モデルの顔となる、またジープブランドの DNA ともなりますセブンスロットグリルの、衣装を変更いたしました。グリルの高さを若干縮小化し、またグリルにブラックのテキスチャーを加えることで、よりこう凝縮した、デザインとなっております。またここはデザインのみならず、冷却性の向上にも役立っております。ホイールも全グレード一新いたしました。ちょっと見づらいのですが、ホイールのセンターキャップをご覧いただくと、1941年に誕生したジープウィリスのシルエットが刻印されております。こちらが変更前のスポーツのデザインとなります。若干セブンスロットグリルがこう間延びして見えるような印象があるかと思いますが、これが新しい顔になります。よりブラックを基調として、グリルのサラウンドはニュートラルグレーを採用しております。続いて中間グレードのサハラとなります。こちらも同じくブラックの基調としているのですが、グリルのサラウンドをプラチナシルバーにすることで、よりプレミアムな仕上がりに仕上がっております。そして、ラングラーの最もオフロード性能を誇るルビコンになります。こちらは先ほどご説明いたしましたスポーツと同じようにブラックにニュートラルグレーのサウンドを使っておりますが、若干こうタイヤが大きいことからワイドフェンダーを採用しております。続きましてインテリアについてご説明をさせていただきます。変更前のインテリアがこちらのデザインとなります。変更後がこちらです。より黒を基調として、こう水平のデザインを意識しておりますので、非常にすっきりした仕上がりになっておりますが、特に特筆すべきがこちらの横長の 12.3 インチの、タッチスクリーンディスプレイになります。こちらは、新しいハードウェアを搭載し、先代モデルよりも5倍高速されたプロセッサーを搭載しておりますので、より処理能力が改善しております。また、ナビゲーションは愛信のものを搭載しておりまして、カープレイにはワイヤレスが対応しております。それともう一つ、ラングラー実は初めて採用させていただくのですが、フロントシートの設計を変更いたしまして、12通りがパワーでアジャストできるフロントシートを採用いたしました。パワーでアジャストできますので、オフロード走行時の視認性を向上に役立っております。また、渡過推進機能は約86センチまで対応しております。それとやはりラングラーといえば、まあ、この車開いてるんですけども、オープンルーフというのがまさに競合との差別化のポイントでありますが、開けたところのこのスポーツバーの中に今回初めてサイドカーテンエアバッグを搭載させていただきました。はい、続きましては、オフロード走行を快適にする装備について、ご説明させていただきたいと思います。こちらフロントガラスになりますが、コーニングゴリラガラスを全グレード、標準設定とさせていただいております。このゴリラガラスなんですが、スマートフォンにも採用されるような非常に強化ガラスとなっております。
こちらですとオフロード走行時のちょっとした飛び石などにも耐えられる、そういったすごい強いガラスとなっております。ちなみにこれお客様が市場で買うと約20万円相当の価値があるものとなっております。それと、アンテナなんですが、これまではここにマストタイプのアンテナが装着されておりました。そうすると、まあ、お客様の声をこれは反映したんですけれども、オフロード走行時に小枝に引っかかってしまうといった、そういう声がありましたので、今回はフロントウィンドウに統合させていただきました。でこれまで、アンテナがあった場所にはこのトレイルレーテッドのバッジ、このバッジは社内の非常に厳しい5つのカテゴリーの試験に合格したものにしか与えられない、ある意味称号となりますが、このトレイルレートバッジが全てのグレードに、装着されております。それと、最高のオフロード性能を誇るアンリミテッドルビコンですが、これまでリアのアクセルがセミフローティングタイプのアクセルを搭載しておりました。セミフローティングタイプですと、駆動トルクの伝達に加えまして車両の重量や積載物の重量すべてを受け止めなければならないので非常に負荷がかかっておりました。今回、大型なトラックなどにも積載されるような、フルフローティングアクセルを搭載することで、駆動するトルクのみを負担するので OK になりましたので、最大の牽引能力を改善しております。メーカー希望小売価格を発表させていただきます。エントリーのアンリミテッドスポーツは800万円を切る799万円、税込み価格になります。そして中間グレードのアンリミテッドサハラが839万円、そして最高峰のアンリミテッドルビコン 2.0 リッターが889万円となっております。先ほどから私エントリーと言っておりましたが、このスポーツに関しましても先ほどご説明いたしましたナビゲーションシステム、ゴリラガラス、カーテンやバッグといった、またここに記載のすべての安全装備は 100% 装着しております。また、アンリミテッドサハラなんですが、先代モデルではこちらのモデルがエントリーの価格でした、870万円。昨今のですね、マーケットのトレンドに反しまして、我々は31万円ほど値段を下げさせていただきました。メーカー希望小売価格が839万円。そして先ほどご説明しました多くの新しい装備、こちらの装備だいたい市場の価値に換算すると40万円ぐらいの価値がございますので、実質先代モデルから比較しますと70万円ぐらいお買い得感がある仕様となっております。続きましてアンリミテッドルビコン、こちらも16万円ほど値段を下げさせていただいております。そしてルビコンに関してはさらに多くの新しい装備を搭載いたしまして、こちら換算すると約55万円の価値がある装備が新しく載っておりますので、こちらも実質70万円ぐらいのお買い得感がある価格設定となっております。またローンチを記念いたしまして、ローンチエディションを発売させていただきます。こちらの色なんですが、ブルーグレーの非常に落ち着いた色味でアンビルといった名前なんですが、こちらは先代のラングラー JK で非常に人気の高かった色になります。これを今回限定カラーといたします。また、フェンダーのところに、フェンダーのデカールが貼ってあります。そしてテールゲートのところにはジープブランドが誕生した1941年の数字が、刻印されています。この地形なんですけれども、これは、ラングラーの工場であります米国のオハイオ州のトレドノースの、地形をデザインしたデカールが調布されております。こちらのサハラをベースとした、ローンチエディションですが、メーカー希望小売価格が税込みで849万円、300台の限定となります。ここに展示してあるすごく映える素敵な色の黄色なんですけれども、黄色の名称がハイベロシティといったカラーの名称になりますが、こちらは実は日本全国たった10台しかございません。それを本日より1週間の期間を設けまして、ウェブサイトにて、抽選販売をさせていただきます。価格が899万円となっております。